かわいいね。ヘガメここに来たよ。かわいい。めあらきゃき着きました。高森田楽保存会。どうしてもさ、やっぱりその土地のご飯食べたいなと思って。そうだね、郷土料理っていう文字に惹かれちゃったよね。お腹空いた。何あれ、何なんかいっぱい花落ちてすごい。こんにちは。道になってるんだ。すごい。ちょっと段差気をつけてください。はい、どう、そっちから見て飽きてる？うん、なんかね、お豆腐がグツグツ言ってるよ。どっちや？うん、いいね、食べてみよっか。じゃあちょっと鶴の子芋取るね。鶴の子芋、うん、うん、おいしい。普通に美味しい。柔らかくて火が通ってる。へぇー、おいしい。美味しい。うん、しっかり木綿豆腐、味噌と合いそう。合う。ヤマメ泳いで私の口の中へ。いただきます。外パリ中ふわ、ね、ふわふわ。このヤマメもスモア的に言うと大成功だわ。美味しくいただきました。あ、ありがとうございます。失礼します。あ、全部骨まで。美味しかったです。残すところがなかったね。まあ、食べ終わったところなんですけど、うん、いろりでスモア焼く人なんてなかなかいないと思うのよね。はい。すごいね。ね、すごくない？じゃあちょっと焼かせていただきますか。あのスモアは弱火じっくりが美味しいので、結構話し目で、あ、これくらいでいい。いいよいいよ。え、なんかさ、焼けてる麺がさ、すごい綺麗かも。見て。お、上品な焼き目。火だとさ、どうしてもさ、焦げるよね。偏っちゃうからさ、いいかも。また旅の締めくくりにスモア食べちゃってるよ。食べてないけど、まだ。作っちゃってるよ。作っちゃってるよ。なんだか、いいです。あ、ね、本当にすごいいいわ。見て、絶妙じゃない？見て、このほら、わかる。あーあーあ、もう見ちゃいいんじゃない？これいっちゃいなよ。いいと思う。ゆうこそれ食べなよ。いいの？いいよ。見て。おお、綺麗な焼き目。焼き目。最高。そう、焼き加減、焼き加減これもう本当に完璧、理想型。外パリ中とろね。これ本当にさ、絶対にメニューにしたら子供は喜ぶと思うんだよね、お子さんは。おお、田楽美味しく食べた後にいろりスマを楽しんでもらった方がよくない？デザートでね。うん、この店の人なのかな、私たちっていうね。いいですか、メニューに加えたりしても。ぜひメニューにご検討ください。はい。ついたよ。私たちこれからね、ここでアイスを食べるっていう任務があるもんね。
あそこですね。こちらですね。うめーって聞こえる。ねえだって。かわいい。かわいいね。ワンちゃんみたいに散歩で。かわいい。かわいいね。はい。あ、横に来た。猫の横に来た。猫の横に来たよ。かわいい。かわいい。ふわふわ。めありがとうございます。ありがとうございます。連れてきてくれたの。ソフトクリーム2つください。ホットミルクもあるよ。あ、早い。来た、早い。ありがとうございます。2秒で来た。よし。うん。美味しいね。美味しい。可愛かったね。うん。生まれたてのベイビーちゃん。え、2ヶ月と1ヶ月だったね。可愛かった。羊の方が大きかったね、1ヶ月なのに。うん、ヤギちゃん。私もさ、ふわふわだったね。うん、美味しい。美味しい。もうでも、昨日も今日も、うん、1日お疲れ。お疲れ。楽しかったね。天候はやっぱ晴れの日の朝でさ、うん、もう魅力満喫しちゃったね、うん、天候でね、景色って変わるもんね、うん、こういうところは特にね。なんか欲しかったね、貝。温泉がトロトロしてて、うん、2人ともお風呂上がった瞬間になんかどこもかしこもキラキラしてたもんね。ツヤで。家から温泉湧かないかな。湧いてきてほしいね。見学のお店で新商品開発しちゃったし、私。本当にさ、使ってくれたらすごいよね。本当にスモアっていうのが次行った時メニューになってたら、誰か見た人教えてくださいだね。うん。では最後に阿蘇に一言お願いします。はい、あ、阿蘇で遊ぼ。はい、ありがとうございました。このアスレチックを使って、はい、面白い映像を撮ろうと思います。イエーイ。ありがとうございます。